舞、今救急車来るから。頭痛い、もう到着したぞ。 いつからそんなひどくなっとったんね。もっと早くに言わなダメやばいね。ねえ、なんて我慢しとった痛みを。どこ痛い、大丈夫、大丈夫。あ、来た、救急隊員の人来た。すいません、こっちです、こっちです、お願いします。ちょっと親父もやばいんですよ。ちょっとまず前から運んでください。大丈夫、すいません、お願いします。どこ痛いって言っとったっけ。今股間の方痛いって言っとった。基礎疾患不明20歳ぐらいの女性、両者とも体の痛み、吐き気を訴えてます。大丈夫か。本日何時頃に発症しました。なんか今朝8時ぐらいからちょっと調子悪いって言い出して、お腹とかなんか下腹部の方が痛いって言って、はい、お腹痛い凝らしたんかなと思ってトイレ行ったんですけど、はい、その後こんな風に倒れるようになって、はい、意識がもう喋ってもあんまり答えてくれなくなったんです。 SPO2 が 97% で不安定な状態です。 JCS100 目立って会社はやりません。血圧は100-40。何の病気になってるんやろ。1、2、3、ほい、ほい。こんな前が大変な時にカメラ撮ったら映えかよ。お前さすがにそれはないぞ。お前分かったって、ごめん。お前な、家族を何やと思っとるの。お願いします、ね、階段なんで気をつけて、はい、前大丈夫かねえ、あんたもさきさん、お前車に同乗しないと。あの、前おらんくなったら、ま、ママの人生考えられんからね。お父さんも娘さん運んだ後にすぐに運びます。まず娘を大事に、やすしの子供助けてください。お願いします。すぐ楽になるからね。病院行ったら絶対楽になるからね。治るからね、すぐに。ねえ、大丈夫からね。やばいって、こんなことになるなんて人生初めてや。前は前大丈夫、前こっちだぞ。よいしょ。ねえ、前に何かあったらどうしよう。私多分もう生きてけ、マジ生きてけ。大丈夫やって、お母さん、もうカメラ撮らんといて。お母さん、そんなもう余裕ない。お前いい加減しとけよ、もうカメラ。今すぐ病院行ったら楽になるからね。お兄ちゃん連れてくからな、同情するからな。あんたね、未来がある子ねんよ、分かっとるやろ。まだ22歳やよ。ちょ、親父もすぐにつまんない、やばいって。多分一緒な病気やろ多分。前には神様がついとるからね。神様には間に祈っとるからね。ご先祖様にも祈っとるからね。絶対大丈夫や、お前助かるって。やすし、一緒な症状なんかな。なんで急に二人もこんな同情になるんやろ。あー、無理やって。病院行くぞ、病院。もうここでオペして。どこ痛いの、マジ。うなー、股間。股間、股間からここら辺でお腹痛い。なんか前もさ、お腹押さえとったって。下腹部痛いしとった。お前何その危なせ。あんたは仏様も助けてくれ。大丈夫や。痛い、どこ痛い。お腹もうここら辺痛い。あの大きい声出したら体力奪われるから、もうちょっとおとなしくしとろ。どこ行く、怖い。病院行くわ。いや、手術すれんで。いや、やって。ああ、まあ、今パパ運んだし、今から病院行くよ。こんなガチで救急車家に呼ぶの生まれて初めてやぞ。いや、10月22日今日の朝8時頃でした。妹とお母さんと俺で家のリビングでテレビを見てたんですが、突然妹が顔が青ざめた顔になって、全身に湿疹が出てて真っ赤な炎症を起こしてました。で、父はトイレで倒れ込んどってね。マイがお腹痛いっつって急にもう我慢できんって倒れて、あ、大丈夫か大丈夫かしたら、もう廊下の方でヤスシの声聞こえてきて、痛いっつって、で大丈夫かってヤスシの方を見に行ったら、ヤスシのトイレの前で倒れとって、廊下で倒れとったらきついと思ってリビングに運ぼうと思って、そしたら痛いし動かさんといてくれって言うから。これただことではなくて、でも朝やし近くに救急病院なんてないし、どうしたらいいやろってなって、でもなかなか受け入れ先が見つからんくって、もう救急車を呼ぶしかないってなって、母が119に電話しました。娘と元夫が体中に湿疹が出て本当に大変な状況です、どうしたらいいんでしょうって私が聞いたら、どんな状況ですか、過去にそんな症状が出たことがありますかって言ってきて、電話の相手は事務的で緊急性を感じてないようでした。母が住所と名前伝えて救急車が来るのを待ってて、10分ほどするとサイレンが聞こえてきました。今心電図や血圧計などを体につけられています。高畑さん、はい、湿疹の状態確認できまして、症状が分かりました。娘さんとお父さんは梅毒とヘルペスでした。はぁ、セブン、感染発生源はお父さんからです。ヤバい難病ランキングの上位に位置する難病よ。腕とか全身に赤いボツボツができて、長いことほっとくと最悪死に至る病気です。妹は感染者の父が入った後の風呂に付着していた風呂椅子や床、浴槽と性器の接触があったってことや。いろいろな病院に今受け入れ申請の電話をしているようなんですが、救急隊員に聞くと梅毒は対応できる医師がいないって断られるとのこと。受け入れ先が見つからず救急車乗ってたらい回しに遭い、患者が死亡してしまったって事例があるね。まさにこのことやと思う。今どういう状況なんですか。まだ病院が見つからないですね。あ、いや、お腹と股間のこの辺が、あんたの性病前に移ってんよ。すや、娘には本当悪いと思っとる。いつ梅毒もらったかわからんけど、柴田さんと一緒に行った九州の某怠け風俗店での濃厚接触によるものかと思います。俺に梅毒を注入したであろう試合相手は、今日も九州で試合を繰り返してる模様で、本当に悩ましいわ。ありえんし、女もたっけ金払うてやっとれんて。梅毒判明前に乱行パーティーとか本当に参加せんでよかった。不幸中の幸いや。やってもいて、鈴木大和、お前のリゾル大和は元気か。ケスケが聞いたぞ、お前チンポでけえらしいな。我々男たちが生きることって罪作りには行為なのかもしれない。俺と娘は今から手術をして晴れて陰性になったとしても、俺は当分の対外試合を自粛しようと思ってます。風俗参加を僕は辞退です。誰も誘わんでくれ友達。神聖なる対外試合は当分しません。元妻とだけしかやらない。なんであんたと死んだ。
の。世の中の変態たちの苦しみが増大し続けている。家族まで被害が及ぶんだ。慰謝料を請求したいよ。本当に風俗店に。実際風俗店で性病を移されてお客様から訴えられたという例もないようですので、もし慰謝料をもらいたいと思っても実際には難しいんですよ。どうした？大丈夫ですし。まだ病院見つからないですか？発信したよ。大丈夫？痛い？病院は見つかったんですか？もうちょっと二人ともちゃんと頑張って。お前さっき喋れとったのに大丈夫なの？調子波があるんじゃないが。今救急車進んでおります。だから痛い。お待ちください。あと10分ほどだって。腎膀の病気やったの？つまりヤスシの細菌が前のマンホールに入っていった。そう。かゆい。かゆい。誰か書いてんの腎膀。腎膀かゆい。見て。どれぐらい病院までかかるんですか？ちょっと待って。止まった。いや病院着いた。すいません、エンジントラブルちょっと発生したので、ちょっと時間いただけますか？エンジントラブル？救急車用でエンジントラブル。無理やって。車故障したってこと？いや。おおおおえちょっと待って、お前ら、お前ヘレオや、かかるときじゃねえかよ。おお救急隊員だ。おむつあります？おむつされてるんですか？おむつしてないでしょ。ちょっとじゃあ、あれお前たちだったの？ここに乗ってんの？そうやわ。早押しクビになって救急隊になったんだよ。大変、早く、ね、大丈夫？嘘でしょ、俺の前じゃないかよ。エンジントラブルってどういうことなの？ファンベルトから何からもうおかしくなってんだよな。オイル交換してないから。エントレで動けんってそんな救急車史上今まである？整備してなかったからしょうがないんだって。マジでちゃんと整備しといてやん。整備はやぞこっちとら。整備ごときで騒ぐなよ。お前ら家族のせいでもう俺の頭もバラバラにされそうだよ。本当に大体お医者さんこんなやつよく採用しましたね。お医者さんじゃないって救急隊員やって。代わりの救急車はだるわけねえだろ、これで来てるんだから。じゃあタクシー呼べばいいんじゃない？じゃあ元々呼ぼうとしたけどそれも故障してるから呼べねえから。じゃあヘリ呼べ。ヘリだ。ここで応急処置をするしかないんだって。ドクターヘリ。山下どうしたさん、見たこないの？コードブル知らんのかよお前。コードブル知ってるけど早く助けてやって。お前介護士クビになっていつ採用された？救急隊員。俺3日前だよ。こいつの作業区消防隊員じゃない？消防隊員じゃないよ。お前火事の現場行ったろ、なんで顔黒いねんて。黒いわけねえだろ、顔に染みついてるわけねえだろ。お前さ、メガネ外したら本当に性犯罪者ねんて。違う性犯罪者じゃないって。梅毒ヘルペスね。梅毒とヘルペス持ってんの？誰から梅毒もらったの？だから親父からもらってんの。親父が発言源ね。梅毒になったら 50% の確率でエイズになってるからね。 HIV？ そうだから検査するときにエイズと梅毒の検査しないとダメだよ。血液検査。今後違う癌になった時に抗がん剤効かんようになった。そんなどうせどうしよう。お兄ちゃんこいつ風俗経由しまくとってんの。もうほんとこれ以上うるさくするんだったら俺見殺しにするよ。だからお前仕事やるよ、ちゃんと助けろや。何でもこんなわけのわかんねえうるせえババアたち助けなきゃなんねえんだ。全然しろや。お母さんさすってあげるよ。さすってあげるよ。早く勉強せんの。うるさいな本当に。今車もね点検中だから黙ってろよ。いちいちお前止まって性行為したら俺今度梅毒とエイズかかるかもしれない。なんでお前性行為する前提なんよ。お前だってごめん、今またって言ったよ。お前一回やった。あ、違う、お前回復は大丈夫か？どうでどうちょっと見せてみろ。ビローン、ビローン。だから下腹部見るっつってんだろ、お前バカじゃねえの。辛いね。じゃ助けてほしいんだったらな、黙ってお前も座ってればいいんだよ。電話が繋げません。なんで落としんが入れられよ。しもしもーあげよー。ここでちょっとだけ生活してもらうしかないから、ちょっと耐えてくれよ。やすしも前も。お前どうやって性病昔なった時直したん？俺は薬で一発で直したよ。一回一週間効く薬、一回飲めば終わりだもん。俺はだからクラミジアだからな。クラミジアとリン病だからこいつら俺はバイトゲルペスってことは相当ヤバいってこと。多分第1期から4期あるけど、日本人は大体1期2期ぐらいで終わるわけよ。どういうことだ？海外ドラマアニメとかのシーズンみたいな。3期4期まで行ったら死ぬ。3期4期ってどれぐらい違うの？1期2期と。ステージ1は体の湿疹とか、ステージ2は女は膣にオムシュというちょっと丸い陥没したものができちゃうのよ。あ、できてるよ。できてる。第2期じゃねえかお前。危ねえ。第2期の方が感染力強いんだぞお前。ガチで。ヘリコつくんじゃねえぞ。ヘリコおいでおいで。やだよ気持ち悪いな。ヤスシの後に舞がなったってことは第3期じゃない？そろそろ死ぬんじゃん。マジでヤバいやつ。死ぬじゃん。その梅毒第3期はどういう症状起きるの？2期までしか俺も知識ないんだけど、3期ぐらいまで行くとね、呼吸困難とか確か起こるんじゃなかったかな。で第4期が C だった気がするんだよね。あ、そうなん。じゃあシーズン3とシーズン2や。薬もね、早期発見だったら1ヶ月毎日朝昼晩飲めばいいけど、お前2期でしょ。3ヶ月朝昼晩きついぞお前。どうしようね、助けて。これ体の免疫力の菌を全部なくすから、外からのばい菌もらいやすくなる。今度ちょっと親として何か言ってあげるの。だからコロナにもかかりやすくなるし。お前のせいだよ。離婚したのにもかかわらず高畑家にずっと居座って私が悪かったよ。私が出てけば前も一緒にママについていっとったやろ、お母さんに。そうなったらやすしの病気移ることなかってんて。なんでお前ずっとこのうちにおったんよ。だって動画撮っとるやん。今さ前が灼熱のマンホール。でもヘリブヘリブ。おならしとるこの人。こいつおならから感染とかしんの？いやしねえよ。おめえ知識ねえわ。
ろ。舞ちゃんちょっと体でちょっとね前すぐ向きますよ。今何をしてるのそれ。ちょっとねリンパ触ってますね。咽頭炎とかも持ってんじゃん。苦しいから酸素酸素。あここか。これ今どういう状況なの。ちょっとここでじゃあ車壊れてるからできないから。お前知らないだけじゃねえのか。ちょっと携帯用の酸素にするわ。携帯酸素液こんなもんでお前注入するつもりか。息吸って吐いて。だったら俺が酸素吹き込んでやるよ。汚い汚い苦しいんですよ。何やってんの。待って直の方がいい。直接の方がいい。ちょっといやもう勝利もう死ぬんだったらもう死ねばいいんだよ。もうなんだなお前離婚したじゃないけどもう何違うこの人はあれやけど前より大事でも死ねねんて。分かってるよ。前ぐらいは助けてやるよ。そりゃこいつは見殺しにするけどな。そもそもお母さんが早くお父さんと別居せんから前やけど昨日もお父さんと同じお風呂に入らなんなってこんなことになったってば。機械はとりあえず動いてるんで。あ注入できるんですか。あやっと酸素注入されてる。あで本当にさ大丈夫なのあんた。いやねえ俺お前どんだけのお前力を持ってると思ってる。この人性病に慣れとるねん。慣れとるんだよ。生基盤器風俗店にとってんこいつ。 3P しとった。 3P そりゃあ誰やったか分かんねえな。乱高校生なんだ。だからお前乱高校生でしょ。お前分からんのよお前どっちもお前性病。どねえなお前。恵美子がミサや。ミサって俺の友達にもミサいっぞ。おる。おお。名前で言うのはさ人権だぞお前。まあ、九州のやっぱね、うん、女子ってめっちゃ綺麗なんよね。え、で俺ら一緒に寄って映らんがん。寮の沈房とか傷口とかから粘膜が触れなければ大丈夫。粘膜同士の感染だからこれは。普通に生活しとっても映らんってことや。そうだから普通の生活で映るのはお風呂やね。お風呂。でもさ梅毒第3ステージでよく耐えれてますよね。多分こいつ何回もなってるから超人や。もう免疫あるまい大丈夫か。まいエンジンから煙出とる。何起こったんすか。エンジンが煙出てないですか。え、これどういうこと。やっぱりだそうだよ。え、なんでエンジンが煙出てる、ね、何があった。完全故障した。私も逃げる逃げる。お前どけないよ。おい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 重たいな本当に。お前あれ出れてんてや。逃げるしかねえや。煙出てるもん車の中から。どこ行ったんやチンコ。また痛がってきたわよお前。何回見たらどうやったろお前。ほんで煙どうなった。だいたいどの辺の。ああ痛い。そういうことしちゃダメだって。バカさんエンジントラブルまであってこんな煙出て前のこと殺すてかお前ら。もうおいで。おいデブ早く動けっつーの。デブうちの後ろにデブって何やんやチビ。うるせえな神々神々うるせえな。チビチビ痛い前痛い。大丈夫大丈夫。まあいい。騒がしいな。どうしたんですか。家族俺なんか変な。えバーベキューしてんだけど騒がしい。バーベキュー。バーベキュー何してんの。お前カニ焼いてる。ペリニとタラママに何やってるの。そう何してんの。俺の親父と妹が救急搬送されて性病で救急車が動かんくなって病人いんの。どうしたのこの性病の死体。まいあっしらいまいまいちょっと確認だけさせて。お医者さんらしい。えお医者さんと看護師さんやって。今でも休みなんでね。人の命助けるための医者でしょうが。お前すいませんお願いします。見てください。開業医だ。開業医なんですか、はい、え、でお姉さんは何の病気。お父様の方なんですけども梅毒の第3期娘様梅毒の第2期でございます。下腹部の訴えと腎房の潰瘍の方がありまして。ガチのナースじゃないですか。本当に機材持ってるじゃないですか。本当にだから医者とナースだって。まあでもこれ簡易的なものしか持ってない。とりあえず焼肉してたらこれがあるから。だって休みだもん。仕方がないよ。だってうちら休日なんだもん、うん、触りたくないしね、うん、治療したことあります梅毒。あるよね、うん、あるけどあんまりちょっと正直受け入れはうちも拒否してるから。え、なんでですか。うつるからまずちょっと脱がす。脱がす。こんなところやっていいんですか。故障してるから緊急事態だから。わいせつにならないですかこれ。ならない。だって一種やもん、うん、え、ちょっと熱持ってる。何これ。発熱の方があるので、で8度7分ぐらいあるんで。もうダメじゃん。やめてこんなことしなきゃいけねえの。痛いでしょ。あ、痛い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 。ちょっと本当にやばいってこれ。ああ産んでる先生。淋病と梅毒。何注射するんですか。待ってコンジローマもあるじゃん。コンジローマって何。ブロッコリー。巨大なブロッコリーちょっと今取っちゃっていい。それってさ今ここで取ったら大丈夫大丈夫感染症。これもう紫色になってるから。毒キノコみたいになってない。なってるね。やばいね。お前どんだけお前女抱いたんだよブロッコリーできてるってどういうことなんですか。今ちょっと取って見せてあげる。え、それ簡単に取れるものなんですか。取れる。その病気はブロッコリーができるんですか。めっちゃブロッコリーができる。先端にね痛がってめちゃめちゃ何してるの。ブロッコリー取ってんだよ。いけバカ。待って、ブロッコリー痛ね痛ね。なにこれ。社長さん、手に触る。これ何これこれ何これ何これ何ちょっと待って。ヤシシのチンコにこれが生えてたの。何これ。あんたこんな生えとって今まで。
て、スランプにしとったんね。ちょっと触んなって。何？ここにチンコに生えちゃうから。生えちゃったらどうなるの？これもう増える。増える。取らないとダメ。取ってもレーザーかけなきゃダメ。あ、そうなの。どんどん増えていくから。どんな感じ？リアル鳥肌立ってきた。待って、俺も鳥肌立った。こんなでかくなっとると思うんだ。娘さんどうすかこれ？それはコンジローマっていう性病の一種だから、梅毒とはまた関係ない別の病原体を持ってるってこと。え、ガチ感染してるんでしょ。要はこの人はトリコモナス、リン病、梅毒、コンジローマ4つも持ってるって。6個ぐらい一気にもう難病にかかってるってこと。全部制覇してるかもね。だから生きてることが奇跡なんで今。優先順位つけていきます。ちょっと末期なんで。こいつレッドカードやな。大勢その病院におるとするやん。レッドカードついとる人よりも絶対生きれるっていう人の方が先に治療するん。あ、そうか。じゃあもう瀕死寸前の人は見捨てて、もう生きれる人を優先するやん。トリアージが、トリアージ、まあ、大丈夫？意識ある？なります。常に開けられる？開けれます。右、左、真ん中。右、左、左、真ん中、中、はい、とにかく前の命だけは助けてください。親父はもうどうでもいいから。え、救急隊さん、まだ救急車来ないですか？いや、まだです、ね、前頑張って。痛いからね、チクッとするよ。はい、これもう映ってるよ、あの親父の。やコンジローマもあるよこれ。今どういう処置してるんですか？今ちょっとあの、どんぐり裂いてる。痛いよ、大丈夫、痛いよ、痛いよ、ごめんね。あこれヤスと一緒やんか。ちょっとちっちゃいけどね、まだこのぐらいしか生えてないから大丈夫。やっぱ第二ステージはコロナもんなんや。俺はもう別れよう、もう無理だ俺は。お前ら付き合ってねえよバカ。ここまで来るとお前とはもう俺は一緒にいられない。付き合ってただろ、最初から。付き合ってねえだろかよ。もうとりあえず鎮痛剤がないから、これ飲んでくれる？これもしかしてプラシーボ効果ですか？そうです。何ですかプラシーボ効果って？要は偽薬飲まして痛みを止めるの。じゃあ入れるよ、口開けて。はい、うん、だからそう入れたら。あ、待って。めっちゃめちゃなってるじゃん。ヘリウムの服汚れたやん。何しとやん。何しとやん。もう最悪、びっちょびっちょ。ええ、あお前何し、前の水着じゃない？前の水着や。ちょっと待って、私前の水着見当たらんなと思っとって。いらないって言ったから俺もらったんだよ。あ、私探しとってよその水着。え、ちょっと待って、ごめん。待って、お前前の水着盗んでそうやって着とった？着とったよ。これ前がずっとプール撮影の時着てた水着です。やだこいつ、やっぱり気持ち悪いな。え、こっち再犯罪者やっぱり。ちょっと待って、後ろ、お前反対やないか。パフパフするとこ後ろじゃないか。何がおもろいなこいつ。だだだだだ、ふざけんなよ。前それずっと探しとってんけど、なかったんよ。お前いらねえって言ってただろうがよ。いらないって言ったけど、まさかもらってくと思わなかったよ。お前の水着だよこれ。これお前の水着だって。やめて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 。ね、君さ、生きててさ、本当に恥だね。恥だね。こんな病気になった女、俺は好きになれん。女、ほんな好き放題ばっかり言って、こんな水着着てそけんなっつったんや。それは叩かれてもしゃあないわ。せん、もういいよ。俺、あの女が可愛いから、あの女行くよ。キモいです。キモいキモいって言ったの。やばいな。ヘリウム首当て。この石川県白山市で救急隊員やろうと思って3日目で首ってどういうこと？どうするがん？お前女も仕事も続かんって本当最低人間よ。目の前から警察くれんけ。おめえの親父と一緒だろうがよ。俺の知ったやったわ。九州で遊んで絶対風呂の中でソロプレイはするな、カスは浮かせるなって。あれだけ言ったのにさ、言うこと聞かんからこうなるんや。二人とも何も乗ってないねんから。だって私ちゃんとした生活を送ってるから。もうちょっとちゃんとした生活。あんた遅いんで帰り。ほんとやお前、昨日やって男と遊んできてんの。遊んでないって。深夜4時に帰ってきて、こっちとか2日連続やね。やりまんピッチクソ野郎。この格好どうするか。いや、おめえが来てきてんのや。ちゅうか、こんなとこで寝とってもあれやから、救急車なんか運んでください。はい、あ、そうです。すごいファンなんです。こいつら今性病になっとるやん。性病、性病ってわかる？なんか中学で習った。梅毒ってのなってん。梅毒、そうなんです。中学でどんなに習った？ここまでやってんですけど、なんかコンドームつけんと性病かけますよみたいなのやりました。俺はお前中学生でもわかることを。この人はつけずにやっとる。どう思う？やばいな。しかも私という奥さんおったのにしとる。北島さん系。北川さん。北川さんか。なんか結構見てます。なんか北川さんっていう人と不倫してん。知ってます、知ってます。最低やと思う。いや、クズですよ。こんな男だったらダメやよ。こんなチンコ書いてるお父さんどう思う？それも嫌です、もう死ぬです、もう死にます。僕やったら。あ、自分の親やったら死ぬ。死ぬ。死にますもん。嫌です、もう。絶対嫌ですか？絶対嫌。いやー、もうなー、もうリスナーさんからも言われても。お前らクソガキ、性病何がわかんねえよ。この中学生ごときはこのクソガキが。お前らみたいなのが TikTok でアンチやってんだろ。そうです、そうなんです。でもでもでも、こいつが中学生っぽくない？これ見てみて、見てみて、並んでみろ。中学生っぽい。この人、まあ、中学生の身長低いじゃねえかよ。え、大人ですか？大人や。27です。この人も性病なんてことある？え、そうなんすか？はい、聞いてるじゃねえかよ。どこまで勉強したの保健体育？まあ、コンドームちゃんとつけましょうねってところです。うん、あれつけないと汁でうつるからね。将来大変なことになるよ。僕もやるときはつけます。はい、しっかりつけてください。梅毒感染してしまうため直ちに車を避けてください。赤畑やすしが通ります。これ鳴らしたらサイレンも鳴るぞ。やめてって、もうやめてって。
お前。お前薬やってんのか。違うよ、飴だよ。ちょ一回見せろ、お前手見せろ。うわ、俺は薬入ってるぞ。バイアグラ。薬だよ。どういう薬やったの。トリコモナスの薬だよ。寝不足だから睡眠薬でハイなんだよこれ。うわー、痛い痛い、早よ病院連れてって。もう大丈夫、マイ大丈夫か。いやー、俺もいい。ねえ、なんで酸素ないが。だから俺がヘリウムガス吸ってお前に酸素分けてやるよ。どういうことだ。あげねえのげねえよ。なげ、何もおらんよ。マイちゃん、かわいいね。ちょっと待って、ちょっと待って。なんでこんな声になるげん、俺。痛い痛い痛い、腎も痛い、腎も痛い。なんやこの声、ヘリ。マイちゃんも吸って。なんかちょっと楽になった、ヘリも。このおかげ警察来た。マジで来た。マジで皆さん見てください、警察が来ました。警察来たってことは俺ら助けてくれるかもしれん。勝手に取ったらダメやろ。勝手に取ったじゃない、通りかかりやもん。警察が来とる。俺じゃねえよ。迎えに来たよ。ふざけんな、俺じゃねえって。さっき前のこと触ったかもしんないけど。いや、そういうことじゃないと。お前は電車で痴漢したんや、最強線で。それが今昔話やろ。もう言わんでいいやろ。いや、ちょっと待って、痴漢を昔したんじゃなくてされたって言ったよな。そこ間違えんなよ。したことないもんけ。したこと、ちょっとあるけど。ほら、性犯罪者の顔してる。ちょっと待って、痛い痛い。性犯罪者の顔。痛いな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、違う、違う、違う、ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ちってんだろ。おられてねえかんな、ほんとに、しゃぶられただけだからな。マジで、二人ともなんか調子よくなってきた。痛さが、生理痛の痛さになってきたっていうか。ちょっと楽になった。ちょっと楽になってきた。家族がみんなこんな梅毒とか感染しとるやつだって知られてさ、絶対誰も付き合ってくれんよ。元クラミジア保持者のこの人がおるやん、結婚すれば。やだ、絶対。梅毒とかどうとか言ってるけど、前はこいつの見た目がまず無理やから。顔が梅毒。痛い、怖い。顔が梅毒だからな。顔が梅毒。梅毒じゃん、乗ったことねっつうの。もう毒の顔だもん。とにかくここにいないとお前は本当に死んでしまうからな。他の人感染したらお前責任取れねえだろ。前もあんたの顔見とったらもうすぐ死にそう。じゃあ死ね。いいよ。どうか言うな。ムズムズする。だからこういう痒みとか痛みは分散させないといけない。はい、確かに。だから違うとこが痛くなれば全然痛くないんだよ。あ、そういうこと。お前らすね出せ。ということで第1回すねハーモニカ、ハーモニカの音を一番でかい音出した人が負け。行こう、やろう。Okay. 負けた人はヤッシが今兼任するから、その兼任をやらんな。行くぞ。見て、大根にすね毛ついた。ね、待って、わざできた、もう秒で。やばい、やばい。怖い、ガチ怖い。行くぞ、マイ。今のところマイがゲベ。痛すぎる。マジ、私ダメだよ。やばいやばいやばい。死んでる死んでる死んでる。私の根元の方や。俺は手加減できねえ。行くぞ。やべえ、やべえ。うまい、ずるい。危なくなんねえ。お前、ほんと痛いって。いや、分かってるわ。ちょ台本じゃないやん。ダメだって。台本言うな。いや、私兼業するからやらん。私無理、ほんと無理。いや、ダメダメ。やって、私嫌や。いや、耐えろ耐えろ。じゃあ、分かって、私の代わりに社長して。もういいよ。いや、この運だよな。その痛みより全然痛くないから。鼻からスイカ出るような感覚の出産より大丈夫やろ。いや、せいだ。こういうさ、旦那もあった方が痛いだろうよ。そういう痛みじゃないもん。いや、これ痛いって。いや、やれって言っとるんですよ。お前、お前、ひどいわこれ。真っ赤になっとるって、ほら。痛い。手加減しろ、お前バカ。一番できよって。へこんだ。赤い。大将、社長、兼業してください、親父の。マジでやんの、俺が。すいません、トング貸してもらっていいですか。お前、もうやりたくねえな、マジで。お前、なんで俺のチンポ、ちったいな、お前の。で、そのトング何使うの。こっつまむんだよ、こうやって。痛い、痛い。こいつ、しょんべんの入れ物汚いぞ。濁ってる、濁ってる。痛い。心も濁っとるし、全部濁っとるもん。お、もういいか、もういいか。じゃあもう、うわ、もう俺見たくねえから。いて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 。どんな状況ですか。あ、絞れ絞れ。何色ですか。乳白色。棒の色は紫になってる。俺のズボンにかかったねえか、お前バカ。いいのにしないのよ、ちょっとこれ取ったぞ、ほら。きつな、やば、やばいやばいやばい。泡って、あんた糖リトルんじゃない、うん、これタンパク、タンパクか。いや、聞いてる。いや、汚い、汚いな。若い頃よく飲んだやろ。まあまあに飲んでって。やや、って匂い的にどうすか、診断結果。ちょっと待って待って待って、すっげえ糖の匂いする。こっち向けるな、臭いから。皆さん、この尿を用いてリレーします。このバトンがあるです。やばい。北斗神拳ババババババン。テレレー、ユアショーク。なんと水晶拳。着る服ないからこれしかないんだよ。お前なんか胸毛で谷間に見えるな。もういいって。通行人が見てるよ、みんな。公然わいせつで訴えられるわ。紙コップに親父の尿を開けます。おばさんといてよ。これお前もう入れすぎやろ、それ。持ちたくもない。ただちょっと平等にしてよ。あお母さんの手ついた。くっさー、ちょっとマジの尿なの。くっさー。ねえ、やらせ関係なく本物。おかち、よかった、俺さもっと面白くすんのに飲もうと思ってたの。尿をちゃんと持ちましたね。兼尿レース、よーい、スタート。こぼれそう、こぼれそう。さあ
あ、ヘリウム勝ち。うわ、ヘリウム来た。さっきの噂言い訳。ね、もう嫌なんだけどね、ね、口神秘。お前マジ。お前くせえな。そらろマジ。あ、くせえ。よくせえ。待って、これ帰り携帯も触れないの？そうです。我慢して我慢して。はい、罰ゲームヘリウム爆弾。多分、尋問みたいな。乳首みたいな。お前、ハイタッチ呼んでえな。早くしろ、来たね。骨盤入れんといてよ。いやいや。はい、まずは社長から行きましょう。うわ、せえ、マジ。いやいや、無理やで。唾飛んでるしな、お前汚い、ね、今日マジ入れてるやろ、これ嫌やって、俺マジでくせえから痛い匂いでしょ臭かった俺の口の中、サボン安しよ、お前行くぞお前、よだれいっぴりやろ汚い汚い、こいつマジでお前の歯より綺麗だわ汚い、よだれいっぺついたうわねえ、でかすぎるうわ、でっかおい待って、もう一回もう一回特大な空気を行きたいと思いますうわこの性病の獅子の漫画を映画化したい誰が見んだよ映画化誰が見んだよ菅田将暉が俺を演じてくれるこれじゃあ小松菜奈ちゃんが私を演じてくださいヤマトみたいなこと言うなよ小室と映画化したら菅田将暉役を俺にしてほしいってヤマトが言っとったお前どうでもいいよちょっと待って私もなんかかゆいなってきたあやべえこのうちはい待てぶつった違うかゆいってことはそっちじゃないケジラミだよそっちよりも映った方が確率高くあ待っておしっこも映ったからよ俺ら今日でもかゆいなおめえもケジラミかおい集団感染やおしっこも映ったから集団感染したややったこれやったわ待て皆さんも大丈夫ですか？え、かゆい？ちょっとむずかゆい。どれどれどれ？やめろ、ふざけんなよ。おしっこついた手で目とか粘膜かいてからさ。性病一家や。みんな、お前も映ったやろ。俺も映った、多分。全員や。あるや感染されてると思うので一旦中に入りましょう外にいると皆さん他の方にも感染させてしまうのでさて救急車の中にちょっとみんな入りましたよじゃあ今から一人一人検診始めますえなんで沼んの脱ぐ必要ある脱ぐ必要ないよこっちの方がエロくて燃えるだろじゃあヤスシから検査しますねどうですかちょっと黙っとけちょっとなんか心不全あるから あと2年ぐらいで死ぬんじゃんめじゃあ舞ちゃんね舞ちゃん行きますねピーなんかさちょっとやらしいやあやばいお前何谷間谷間関係ねえだろうよお前バカああ心臓ドクドクはしてるけどあもうちょっと待ってお前こういうのやばいじゃないえこの心臓の音ってドクドクっていう心臓の音はこういうのやばいなイコールお前のこと好きって言いたいおう見えよ行ったー社長ちょっと行くよ地獄みたいな場所だなここはあバカあんたは特にただの性病だから特に問題ないからどっか行ってオーディションやパンツやほらねもう嫌だよなんで俺こいつと一緒なのなんでパンツだお前兄弟かお前やだよお前らへそ汚ねえなおい親父の部屋からパンツも盗んだのかそうだよ一個足りんと思ったら同じやつそもそもお前同じやつの色柄持つ方がおかしいんだよいや持ってるよ俺この前パンツなくしたからお金ないからお前のパンツもらってやったんだよババアの診察行きたいと思いますあ、お前そこ脱がなくていいよお前ここだお前やる気あんのお前さ、ちょっと福島県の東野経議官に行った方がいいわ頭ちょっとおかしいからそれとこだ、それとこだそれとこやそれなんだ、それなんだ福島県福島市にある東野経議官に行った方がいいわ頭おかしいからどういう人が言ってるのあ、だから脳がおかしい人行かれてる人が行ってたお前一番おかしそうだからちょっとお前検査してやろうちょっとだけでなんだかお前本当に気候者やな飛行士ねんてお前の存在自体が何で介護士になろうと思ったんだろう俺介護士になろうと思ったのはもともとなりたいと思わなかったんよ高校の時休みが多すぎて仕事全部落ちたのよ就職たまたま担任に言われたのは介護だったら行けるって言われたから行ったのがきっかけなのねじゃあじいちゃんばあちゃんの股とかも開いてちゃんと検診しろおじいちゃんとおばあちゃんのおむつを替えてあげたりあとはお風呂入れてあげたりご飯食べさせたりしてるよでもそれは前の話であってもう今はね救急隊員やってるからみんなをね助ける仕事なのじゃあ介護士の一番嫌やったいうエピソードは、まあ偏見されたことだね顔が黒いってあそういうことクロンボって言われたんか日本人なのよフィリピン人って言われるこの悲しくてしょうがなかったお前フィリピン人じゃないのいや日本人いつから生まれた時からあそう、うん、俺フィリピン人やと思ってたけど、うん、一般の人にもそうやって禁止しろ一般の人にも禁止しますよもちろんこういう風に教えられてるんでここ一応ヘリウム救急隊ワールドっていうところなんで指示に従わないと皆さん大変なことになりますいつからヘリウム救急隊ワールド、ね、ちょっと巻き上げてはいねえ、何で騒ぐの？ねえ、キモいって、ほんとに。ねえ、ねえ、診察されてる時にキモいとか言える人ってよくわかんない。脇なんで診察するの？あ、当たり前でしょ。脇だって診察するとこあっかね。脈とか通ってっかね。ねえ、まだお前警察捕まったことないの？ないよ。また開けよ。開けんなよ、お前。
またに鼓動なんてないだろ。いやないよ、今俺がここにいるからちょうど入りやすいペース作っただけで。はい、診察行きます。ピー、おい、そこ違うだろ。あ、違った。お前胸あんの？うん、知らなかった。検査結果、結果的にみんな性病やった。これ心不全、トリコモナス、子宮癌、膵臓癌でございます。すごい、膵臓癌。長生きをしていただかないとやっぱり国としても困るので。なんで国が困る。私一人死なれると先子供できないでしょ。私も子供産めんから、というかもう生理もないから。するよ。まあ俺ってさ、やっぱ Tinder 長いじゃない。出会い切り100人切りっての女うわ言ってると思うよ。さすがに数え切れんから。一つまだ言えてないことがあるんだけど、港区のラブホに行って賛否したんよ。 Tinder の男性に最初ね誘われたわけ、あの女性とやるって。で3人で、まあ女性1人男性2人でやったの。知らない女と男いて、ムカデ人間やっちゃった。はぁ、ムカデ人間やった。びっくりした。させられたのよあれは。え、ムカデ人間って何？一人こうなって、もう一人も同じ体勢して顔がケツにくっついた状態でタン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 っていう、なんか変なプレーさせられたよ。次回やってみよう。断ろうと思ったけどさ、結局さ自分の性域でもあったからさ、やっちまったっていうのよ。次回やってみよう。前で、はい、こまあまあこうこう、はい、多分で俺はこうして、はい進む、でこうやってなんか下を入れるっていう。ちょっと面白い、これクソ面白い。ペロ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 ってしてきた。これでムカデ人間でペロ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 って。これ3人で更新しとったマジで。そうだよ、これ10分させられてたんだから。長えわ。その後その順番交代を10分ぐらいさせられたわけ。じゃあそれ再現しよう。もっと頭くすげて。ペロペロペロね、やってみた感想でしょ。お母さんどう？何がいいのこれ。社長どう？こいつヘコかと思ってさ、心配なんだよね。これの何が良かったの？わかんない。でもこれが当時は楽しかったって話よ。ペロ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 。さて、ムカデ人間で家に帰ってます。ムカデ人間で救急車に帰ってます。ムカデ人間。これがヘリウムやっとったとはな。どうした親父？あれあれあれ、どうしたどうした？心臓マッサージちょっと待って。ねえヤスシ、私300万かっさるねんけど返してや。それから死んでよ。このまま死なれたら困るし。愛の力が勝つ。すごいぞこいつら、タイタニックの2人みたい。ほら生き返ったよ。俺今何しちゃった？エンジンつきました。えエンジンついたって。エンジンついた。エンジントラブル治ったんすか？はい。何してんの人の車をこうやっていじくって。お前ドクターの車やぞ。お前あれ、おう、はい、それお前の会をこれ。ねえ本当にやめて。返せよ。返せじゃないよ。使ったんだよそれ。こんなとこに入れてるお前がおかしいよ。今入ってないんだよ。ふざけんなよ。もう返せ。いやいやいや、もういいよ、もううるさいから。もう入れ。やめてやめて、ね、お願いお願い、ね、やめて。さようなら。でもさ、あの人おらんかったらうちら病院行けんのじゃね。こんなとこにさ、なんかユダヤ人の収容所じゃねえのか。やめろよ。よし、みんな動いたぞ、乗りましょう。はい、今どういうことこの車の故障。いやもうやっとなんかね整備で直してくれたので。病院行きます。これから病院に行って一人ずつ検査をしたいと思います。尿検査から血液検査、粘膜の採取、綿棒を入れさせてもいただきますので、これから病院に行けばその流れが分かると思うので、あと診察カードも出して、お薬手帳も出しておいてください。視聴者の皆さん、お前たち性病になったとしてもね、俺に感染はさせんのよ。感染したやつは二度と出会わねえからな。感染家族ドッピーナッツ。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。映画の先に希望の光、満ち溢れてるはず。拍手。